理不尽な監禁。自分でも忘れていた話。10年以上前に親父が死んで以来、母親と二人暮らしなんだが、母親が父方の祖母と妙に仲が良くて、ことあるごとに家に行く。で、年末もそんな感じで、二人してそっちの家に行っていて、夜の9時とかにはばあちゃん自分の部屋に戻って行って、他の親戚は年明けてから来るとかで一人で暇だし、初詣の運転手に朝早く起こされる予定だったから、俺も早々に寝ようと思い風呂に入った。別に風呂では変なこととかは起こらなかった。だけど、風呂から出て服を着ていたら、廊下をうろうろしている影が、すりガラスの向こうに見えて、雰囲気がばあちゃんっぽかったから、風呂入るのかなと思って、ばあちゃん、風呂入るの?とか、戸を開けたんだ。そしたらやっぱり、ばあちゃんがいたんだけど、きっとこっちを睨んできて、突然腕を引っ張ってきて、来い!とか言いながら外に連れて行かれた。本当に突然のことでポカーンとしてて、引っ張られて行ったら、そのまま庭にある蔵というか、古い物置まで引っ張って行かれて、ここに入っとれ!とか言われた。全く意味不明だったから、なんで?どうしたの?とか聞いても何も教えてはくれなくて、とりあえず入れみたいな感じで押してくるから、腕を掴んで押さえて、理由教えてくれなきゃ何もわかんないじゃないかみたいに言ったら、お前は見たから入っとらないかんって言われた。聞いても意味不明だったから、何をって聞いた。そしたらさらに険しい顔して、わからんのかって叫んで、お前は見られたらいかんから入っとれって。会話が成り立たないんで、ボケちゃったのかと思ったら、玄関の方から母親が普段の調子で歩いてきて、ばあちゃんを止めてくれるかと思っていたら、入りなさいって。母さんまでなんでって驚いていたら、ばあちゃんから不意打ちを食らって、力いっぱい押されて、蔵の中に尻餅に。で、湯冷めもあって、蔵の中すごく寒くて、中に明かりもないから真っ暗だし、慌てて出ようと起き上がったら、立ちふさがるように、母親が前に出てきて、これ持ってれば大丈夫だからって何かを渡してきて、受け取ってみると、それは風呂入るときに外したシルバーのブレスレットだったんだけど、なぜかものすごく安心して力が抜けて扉を閉められた。はっとして開けようとしたんだけど、鍵かけられちゃって開かなくて、何が何だかわからなくて、ただ呆然とその場に座り込んで中を見回した。窓が一個あったから若干の薄明かりは差していたけど、ほぼ真っ暗。というか寒い。ばあちゃんの言ったことをそこで考えた。何か見た。見られたらいけない。全然心当たりはないし、やっぱり意味がわからないと思いながら、ブレスだけとりあえずつけてぼーっとしていたらいつの間にか寝ていた。起きたのは8時くらい。というか起こされた。蔵の中でだけど。気がついたら母親が俺の肩を揺すっていて、初詣に行くよって普通に。だから普通に飯を食って初詣に行って、何も起こらずに3日滞在して帰った。何が怖いって、その日の朝、
前日の夜のことを何も考えなかったこと。覚えてなかったわけではないと思うんだけど、ばあちゃんも母さんも普通で、ひどい年越しだったけど、一晩蔵の中で薄着でいて風邪もひかなかったし、なんだかそのまま忘れていたんだ。思い出したのは、母方のおじさんから俺に小包が届いたから。中身はシルバーのブレスだった。もともと持っていたのもおじさんからもらったやつだったんだけど、そういえば蔵の中で起きたら鎖が切れて飾りが割れていたんだよね。だから新しいのを送ってくれたのかなと思い、そこから芋づる式に記憶が。俺は何を見て、一体何に見られそうだったんだろうか。全体的に意味のわからない話でごめん。でも俺自身が全く意味がわからなくて、思い出してすごく怖くなったんだ。古い BBS。 年末なので大掃除をしていたら、ずいぶん昔の手帳が出てきた。懐かしくなってパラパラめくっていたら、当時自分が管理人をしていた掲示板のパスワードのメモ書きがあった。それを見て、5年ほど前はよく自作の掲示板で女をネットナンパしていたことを思い出した。ちょっと危ない感じの女とメルトモになりかけて、めんどくさくなって放置していたんだ。懐かしくなってアクセスしてパスワードを打ち込むと、無数の書き込みが。俺が掲示板を使わなくなってから今日まで、毎日誰かが書いている。返事がない。無視？ねえ、会わない？死んじゃえ。昨日ね、死のうと思ったんだ。ねえ、返事くれないんだ。ねえ。などなど。そして、昨日の日付で書かれた最後の書き込みを読んだ途端、新しい書き込みが投稿された。やっと読んでくれたのね。俺の周囲の気配が動いた気がした。夢の一人暮らし。親戚のいとこの女の子が体験した話です。仮に A 子としておきます。当時も相変わらずの不況で、なかなか就職口が見つからない中、就職活動であたふたしている友人たちを尻目に、A 子は新年度が始まってすぐ、ある商社の内定を取ることができました。その親戚のこの家は大家族なので、A 子は自分一人の部屋が持てず、早く働いて一人暮らしをしたい一心で、人一倍真面目に大学生活を送っていたようです。そして翌年、無事卒業し、念願の一人暮らしを始めました。とりあえずはお金がないので、しばらくの間は自宅から通い、初めての冬のボーナスが出る頃には、ある程度の頭金になり、引っ越し代も貯蓄できて、年末には一人暮らしを始めました。そのアパートの近くの川では、姉妹で迷子になって、妹が川で溺れ死んだらしい事件があった場所の上に、木造の2階建てで、築数十年も過ぎるような物件でしたが、夢に見た一人暮らしだったので、
A 子は特に気にも留めませんでした。年末は仕事が休みなので、友人と飲みに出かけ、ほろ酔い気分で帰ってくると、ついついこたつの中でうとうとしていました。深夜の0時前後でしょうか。相変わらずこたつに腕をついて、うつらうつらとしていると、何やら誰かの叫ぶ声が聞こえてきたようです。まるまるちゃん、まるまるちゃん、まるまるちゃん。ああ、隣の人の部屋に知り合いでも来たのかなと思いつつも、いくら木造の古いアパートとはいえ、音漏れがひどいなと思いつつも、うつらうつらとしていると、また、まるまるちゃん、まるまるちゃん、まるまるちゃん、と、誰かのささやく声が聞こえてきました。あれ?なんだかおかしいな。よく聞いてみると、外からではなく、障子を挟んだ、向こうの部屋から聞こえてきています。まるまるちゃん、まるまるちゃん、お姉ちゃん。気のせいかその声は、小さな子供のような声だと、A子は気がつきました。どんどん自分の部屋に近づいてきている。その呼び声に恐怖を感じた A 子は、こたつに手を置き、顔を伏せ、うずくまりました。呼び声はもうすでに、今のこたつで、うずくまっている A 子の周りを、ひた、ひた、ひた、歩くように聞こえています。A 子は目をつぶって、心の中で、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、と必死になって唱えました。数十分が経ったでしょうか。いつの間にか、部屋はシーンと静まり返って、得体の知れないものはもういなくなったと A 子は思い、うずくまっていた顔を上げました。するとその瞬間、耳に息を吹きかけられたように感じ、そんなもので追い払えるわけないだろう。復習。俺には大学院生の兄がいる。その兄は何がきっかけかは知らないけど、ここ数年で様子が変わってしまった。昔は気さくでおおらかな性格だったのだが、今では急に怒鳴ったり笑ったりと、しばしば情緒不安定な振る舞いを見せる。心なしか口調もきつくなった。そして一番の変化は、普通の人には見えないもの、いわゆる幽霊の類が見えているようだってこと。そんな兄の最近の話をしようと思う。年末年始も帰省してこないような親不孝の兄が、去年の暮れ久しぶりに実家に帰ってきた。12月29日だった。帰ってくるなり、車を出せ、ホームセンターに行くぞ。自分で運転したらいいだろと思ったけど、久しぶりの兄との再会だったし、慣れない雪道を運転させては危険だと思い、二つ返事で従った。買い物の目的は、どうやら大掃除用の洗剤なんからしく、なんとも殊勝なことだと感心した。買い物リストは携帯にメモっており、それを見ながら
一つ一つカートに入れていった。洗剤を二種類、バケツを一つ、あとは雑巾やガムテープ、マスクなどを購入した。少し気になったのが、マスクはよく見る白地のものではなく、除草剤なんかを散布するときに使用する少し厚手の、ちょっとしたガスマスクみたいな立派なものだったこと。いい買い物をした、などと上機嫌な兄を助手席に乗せて、再び雪道を走らせた。翌日30日、我が家では大掃除の日。兄は昼過ぎまで寝ていた。午後になって起きてきたかと思うと、遅めの昼食を食べてまた眠ってしまった。昨日の準備の張り切り用は何だったのかと思いながら、無理やり叩き起こし、トイレ掃除をやらせた。さらに翌31日、大晦日。夕食後は、兄弟、兄、自分、妹、三人仲良く、ガキ使を見ていた。もう数時間で、年が明けようという頃、兄が、除夜の鐘を月に行こうと言い出した。小学生の時に、よく祖父に連れて行かれて、近くのお寺の鐘を月に行ったことがあったけど、兄が実家を離れてからは、めっきり行かなくなっていた。妹は半分寝ていたんで、そのままそっとしておいて、兄と二人でお寺へ向かった。車を走らせていると、兄がお寺に行く前に、寄りたいところがあると言い出した。そこは全く正反対の方向だったんだけど、その先にあるコンビニでも寄っていきたいのかなと思って、兄の指示に従った。車止めろ。停車したのは母校の中学校。その前にある電話ボックスのすぐ隣だった。ここでこの電話ボックスにまつわる曰くについて話しておく。俺がこの中学に通うようになる以前から、さらには兄が中学生だった以前からその噂は存在していたんだと思う。パターンとしてはありがちなものだ。電話ボックスのそばを通っていると突然電話が鳴り出す。そして受話器に出ると得体の知れないうめき声やお経、水の音なんかが聞こえてくるというものだ。ただのいたずらかもしれない。それに、そんな気味の悪い内容ばかりなら、誰も受話器は取らなそうなものだけど。それでも、この階段が多くの生徒を引きつけたのは、稀にその電話が未来の自分とつながるというからだ。ある噂は、受話器の向こうの自分は死んでいるんだという。ある噂は、受話器の向こうの自分は余命を教えてくれるという。会話はできるだとか、できないだとか。こちらから話しかけると寿命が半分になってしまうなんてのもあった。そんな不吉な噂でも女子の間では占い感覚でもてはやされていた。お電話様とかダイヤル様なんて故障して、そばから聞いている分には、ひどく滑稽な名前だった。興味の中心は女の子らしく、恋バナで、片思いの相手とはうまくいくか、いつ結婚するのか、子供は何人生まれるんだ。そんなことをお電話様に聞いているらしかった。ただ俺自身は、そのお電話様なんてのと、話したこともなければ、一人でになる公衆電話のベルも耳にすることはなかった。話を戻そう。俺は兄と二人で、その電話ボックスに
横付けされた車の中にいる。このご時世にまだ電話ボックスがあったことに少し驚いたけど、当時同様、今もうちの中学は携帯の所持を認めてはいないんだろう。そんなことを考えているうちに、兄は勢いよく車外に飛び出し、トランクを開けてごそごそ何やらを取り出した。出てきたのは一昨日使った掃除道具だった。昨日は使わなかったなと思っていたけど、車に乗せっぱなしだったのか。マスクをして購入品一式をアスファルトの上に並べると、今度は財布からテレフォンカードを取り出した。いいもの見せてやるよ。そう言って、バケツと一緒に電話ボックスに入って、カードを挿入し、ボタンをプッシュしだした。しばらく受話器に耳を当てたかと思うと、紐をだらんと垂らして受話器を放置し、バケツの中から洗剤の容器を取り出した。冬の冷たい空気に、かすかに電話の呼び出し音が響いていた。手にした洗剤の封を開けて、中身を勢いよくバケツに注ぐ。一本目を入れると、すぐさま二本目を開封した。二つ目の容器も空になると、それらを無造作に投げ捨て、バケツを放置して電話ボックスから出てきた。続けてガムテープでドアを目張りする。ドアを閉められ、コール音が聞こえなくなった。さらにはバケツから何やら気体が発生しているのがわかる。電話ボックスの中は霞に包まれ、次第に白く濁っていった。窓を閉めとけ。背中を向けたまま、兄がそう言った。危ないからなと。兄は、ガスで見えなくなったガラスの向こうを見つめていた。聞こえないはずのコール音が、まだ響いている気がした。一分くらい経っただろうか。ダメか。兄がそうつぶやいた。どうやら電話が切れてしまったらしい。兄の気候と冬の寒さに固まっていた思考回路がようやく働き出し、そろそろ行こうと声をかけたが、兄は動かなかった。もう少し。そう言ったんだと思う。兄のその返事にかぶさるように、今度はけたたましく電話の呼び出し音が響いた。あまりにも突然のことで一瞬耳が痛いようだった。電話は切れたんじゃなかったのか？もっと言えば受話器はまだぶら下がったままのはず。そんな状態で一体誰からかかってくるというのだ。答えられるはずもなかった。今度は恐怖に思考が停止していると、兄はうるさく音が漏れる電話ボックスに手を伸ばした。ガラスに張り付くように拳を当てる。ドン。鈍い音がした。兄がガラスを蹴ったらしい。ドン。ドン。さらに数回蹴飛ばしている。ベルの音は鳴り止まない。ははは、苦しいだろう。毒ガスは、お前をちゃんと殺してくれるよ。呼び出し音が大きくなった気がした。頭に響く嫌な音。その音に向かって、兄は罵声を浴びせる。早く消えろよ。そして亡くなれ。もうお前は殺しただろ？この死に損ないが、と続く。今まで
アギの口からは聞いたことがないような言葉が溢れていた。何分くらい経っただろうか。俺は耳を塞いでうつむいていた。電話のベルも、アギの言葉も、これ以上聞いていられなかった。気がつくと音は止んでいた。暗い足元から電話ボックスに視線を戻すと、アギが中を雑巾で拭いていた。最後に、ペットボトルに入った水で中を洗い流すと、洗剤の容器や雑巾、ガムテープを一通りゴミ袋に詰めてトランクに放り投げた。はあ、寒い。手をこすり合わせて助手席に乗り込んできた兄は、もう用事は済んだからコンビニでも寄って寺に行こう。まだ金付きやっているといいけど。そう言って先を促した。その後兄は、除夜の鐘を、一人で20回もついたり、雪玉を、後ろから投げつけてきたりと、無邪気にはしゃいでいた。ただ、厚手のマスクを、つけっぱなしでいたことには、家に帰って、洗面所の鏡を見るまで気がつかなかったようだ。コンビニの店員さんや、他の参拝客に、変な目で見られていたのはそのせいかと、一人納得した後、なんで教えてくれなかったんだよ、と一発殴られた。理不尽だなとは思ったけど、あの兄を見た後では、言い返すことはできなかった。久しぶりに聞いた、鐘の音は大変厳かで、あの響きの良さは、小学生の頃は理解できなかったな、とか、非常に満足した様子で、アギは一人、酒盛りを始めた。一緒にどうかと誘われたけど、俺はとても、そんな気にはなれず。除夜の鐘の音なんか、耳に入らないほどに、頭にこびりついてしまった、電話の呼び出し音と、アギを睨む、住職の表情を思い返していた。翌日、1月1日、ためらわれたけど、気になって仕方がなかったんで、昨日の出来事は何だったのかと、アギに聞いてみた。幽霊を殺したかった。誰の幽霊かって？強いて言うなら俺の。でもなんか、元はあるんだと思う。電話は、あの公衆電話自身にかけた。公衆電話にも、ちゃんと個別の番号があることは知ってるだろ？お前だって、あの電話ボックスの噂話くらいは聞いたことあるよな。こっちからかけても繋がることがあるっていうのは、知られていなかったのかもな。俺は話したことある。自分の寿命を決められちゃったよ。あ、いや、とっくに過ぎてる。3年前の夏だった。まあ、今回のは復讐だよ。寿命を奪われた復讐。本の虫。年末、図書館にて、年明けに提出をするレポートの追い込みに入っていた。ギリギリまで現地調査ばかり言っていて、肝心の文章にまとめていなかった。私の課題は、四国の風土、郷土史に関するもので、この一年間、いろんなところに行った。そのどれも、オカルトチックな場所で、先日も、ギボアイコ先生が霊視したとかいう大きな池に行ってきたばかりだった。元来ビビリ症の私が好き好んでそんなところに行ったりはしないのですが、研究室の相方や助教授が画策して、
心霊スポットばかり行き先に選ぶ。うちの大学の売りは無駄に大きい図書館で、一般の誰でも入れるんだけど、いつもガラガラだった。私がパソコンで高速タイプしている向かい側で、助教授の泉先生が分厚い本を読んでいる。冬休み中の図書館の鍵は泉先生が管理していた。相方、私の彼女も隣で本を読んだりして、初めは静かにしていたんだが、すぐ飽きてしまったのか、私と先生にちょっかいをかけ始める。ノンアクションの先生に相方は、ははは、先生はほんと、本の虫ですね、と言った。すると、泉先生は、いるよ、と、本から視線を上げ、本当にいるよ、本の虫って、と言う。まあ、生き物ではないから、あると言った方が正しいか、と、しおりを挟んで、読書を中断する。図書館に寄贈される本の中には、タイトルも内容も書かれていない、白紙の本が入っていて、ほとんどの人がそれに気がつかないんだ。どんなに管理が厳しい図書館でも、必ず一冊は入っているらしい。もちろん、わざと入れているんだけど。先生は、周りの本棚を見渡し、これだけたくさんの本があるんだから、本から思念や言霊が染み出してきてもおかしくはない。それを本の虫って言うんだけど、そいつらは精神衛生上、人体にあまりよろしくない働きをする。遅延熱だとか、焦燥感とか、時には命に関わる。それらを集めるために、白紙の本を置いておくらしい。そう言うと先生は背を向けて、本棚に向かい、何かを探し始めた。はじめは、白紙の本なんだけど、ずっと置いておくと、本の虫がたくさん集まってきて、ついには白紙ではなくなるんだ。文字の書かれた本になる。またヨタ話をと思っていると、ああ、あったあった。先生は振り向いて、あったよ、本の虫の。そう言うと、一冊の本を持ってきた。ハードカバーでタイトルは書かれていない。かなり古いのか、紙面は茶黄色く変色している。先生は相方に手渡し、人差し指を立て、どう？面白そうだよ、と言った。受け取った彼女は、いぶかしがりながらも、喜々として読み始める。黙って静かに読みふけっている。おかげで、私の作業ははかどったし、先生も静かに読書ができた。夕方になり、作業もほとんど終わったんで、そろそろ帰るよ、と聞くけど返事がない。どれだけ集中しているんだろうか。覗き込んでみると、私はぎょっとした。彼女は延々と、白紙のページをめくっていた。ただ、まるでそこに文字が書いてあるかのように、目線は白紙を追っている。先生。慌てて聞いた。ああ、そろそろいいか、と言うと、泉先生は彼女の前までやってきて、目の前でパンと猫騙しをした。彼女が我に返る。先生はひょいっと取り上げると、もう閉館だよ、帰りなさい、と言った。相方が、まだ読み終わっていないので、また来ます、と言うと。ああ、また来るのは構わないけど、君図書館では静かにしなさい。張り紙にも書いてあるだろ？
どうしてかわかるかい？当たり前のことを聞く。それは、周りの人に迷惑をかけるからですか？いや、それもあるけど、本の虫がびっくりして、目を覚ましてしまうからだよ。後日相方が、続きを読むために図書館に行ったんだが、問題の本は見つからなかったそうだ。泉先生に聞いてみると、やだな、ただの暗示だよ、暗示。面白い本だよってさ、と、あっけらかんに答えたが、どうも、腑に落ちなかった。彼女が読んでいた、白紙の本は何だったのか。当の本人が、内容については、話したがらなかったんだけど。私が暗示なんかかかるわけないでしょ？あれは、と、しきりに、悔しそうにしていたのが、印象的でした。墓場のばあさん。先月、父の実家で体験した話。父の実家といっても、今はもう引っ越しをしてしまって、空き家になってるんだけどね。父の実家は、俺が生まれ育った家から、車で1時間くらいの山の中にあるんだ。小さい頃は、夏は虫捕りや魚釣り、冬はスキーなど、子供にとっては自然が豊富で本当に楽しかった。で、先月、年末実家に帰った時、父の先祖のお墓参りに行ったんだ。俺は今は他県で仕事してるんだけど、夏は忙しくて帰れなくて、墓参りができなかったから、雪の降る中行ってきたんだよ。父の実家は、国道から途中で、狭い山道に入っていき、カーブが多く、運悪く対向車が来ると、どちらかが少し狭い道まで戻らなきゃいけないくらいの道。雪も積もっているから結構怖いんだけどね。で、空き家になっている父の実家の敷地に車を止めるつもりだったんだけど、雪が多くて止めれそうになかったんで、近くの集会所に車を止めたんだ。そこから墓までは歩いて2、3分くらいかな。花と線香を持って墓まで行ったけど、奥にある墓の隙間にばあさんが座っていて、俺をずっと見ていたんだ。俺は軽くびっくりしながらも、こんにちはと挨拶をしたんだ。けど反応はなく、ただずーっと俺を見ていた。少し気味が悪かったけど、墓の雪をさっと払いながら、持参した花を備え付けの花瓶に入れて、線香に火をつけ、お参りをした。お参りが終わって、さて帰ろうとしたとき、さっきのばあさんが何か話しかけてきた。とは言っても、何を言ってるのかさっぱりわからず、声が小さいとかではなくて、日本語ではなかったような。俺は半笑いしながら適当に、あ、お先に失礼します、と言って、その場を立ち去った。車に乗り込んで、さあ帰ろうとエンジンをかけると、さっきのばあさんがギャーギャー騒ぎながら、こちらに走ってきた。俺はなんかやばいと思いながらも、ばあさんが走って向かってくるのを呆然と見ていたんだ。そしたらばあさんが車に近づいてきて、あんた、見えてるんだな、と、にたーっと笑った。正直、何言ってるんだこの人。と思ったけど、見えてはいけない存在なのかと思って、車を急発進させて逃げてきたんだ。あれは、本当
何者だったんだろうか。ただのおかしな人だったらいいんだけど、変な類だったら、俺、今年大丈夫かな。深夜の訪問。年末の追い込みで一人残業しておりました。残業規制が厳しい折、連当は自分の席のみに限定され、結構広い事務室は私の席を残して、あとは全部真っ暗の状況。商店街の一角の会社とはいえ、23時を過ぎますと、あたりは人通りもすっかり途絶え、結構不気味なんです。そんな時、向こうの奥の課の電話が鳴ったんです。よりによって、こんな時間になんだ?厄介なことに巻き込まれたら嫌だな。ただでさえ、終電に間に合わなくなるかもしれないのに。そう考えて、電話は取りませんでしたけど、延々と5分くらいでしょうか。いや、もっとかもしれません。鳴り止まないんです。だんだんとそのしつこさに腹が立ち始めた私は、席を立ち、とうとう電話に出ました。すると、結構明るいというか、はあはあ、息せき切った声で、すいません。こんな時間に、お約束の見積書を、今からお持ちしたいんですけど。と、若い男性の声。私は、いや、こんな時間ですから、もうここは誰もいませんよ。明日にしていただけますか?と、怒りを抑えながら断りました。が、相手は、申し訳ありません。ですが、実は、予定が大幅に狂ってしまって、こんな時間になりましたが、実は、最寄りの駅に今着いたところなんです。明日は別件でお伺いができないので、なんとか受け取るだけでもお願いします。そう言って、食い下がってきたんです。私は、いや、困ります。私も今もう帰るところですから、明日にしてください。担当がいない時に持ってきてもらっても困ります。と、再度、かなり強く断ったのですが、電話がその時切れてしまいました。失礼な奴だな。腹が立ちましたが、やむを得ません。駅から会社までは、交通の便が悪く、歩いて15分くらいです。私は席に戻りました。ですが15分経っても、その男性は、会社に来る気配がありません。時計はもう、23時を30分回ろうとしています。あれからもう30分経ったぞ。何やってるんだ?イライラは絶頂に達しつつありました。その時です。また奥の部屋で電話が鳴りました。電話を取ると、さっきの男の声です。やっぱり同じように。すいません。道に迷ってしまって。もう少しですから、すいません。と、弱々しく謝るんです。もう終電がなくなりますから、本当に困るんですよ。そう言ったんですけど。すいません。と言いながら、また電話が切れたんです。事務所はビルの4階なんですけど、窓の外を見ると、人通りは全くありません。するとまた電話。今、近くに来ました。
保安の方に話して、私を中に入れていただくようお願いします。そう言って、また切れました。もう一度外を見てみましたが、やはり誰も、玄関には人の気配はありませんでした。ようやく私も、だんだん不気味になってきました。保安に電話をかけましたが、当然誰も訪ねてきてはいないとのこと。いたずらか?と疑念を抱きながらも、私個人への必要ないたずらだとすれば、なおのこと不気味です。また電話が来ました。もう私は真っ暗な奥の課の席にへばりつきです。ありがとうございます。今中に入れていただきました。エレベーターで今上がります。また切れました。もうこの時は向こうは妙に快活な口調で一方的に喋って切っていますから、こちらからは何も言えません。おいおいおい。私は事務室の真っ暗な入り口を凝視しました。通常は事務室の中には外部の人間を入れないために、入り口のところに簡易電話を置いてあって、そこから担当者に電話してもらうんです。もうこの段階でいたずらだということは確信していたんですけど、それにしては電話の口調はあくまでも誠実で快活な若手サラリーマンのそれでしたので、一方で妙にねっとりとした不気味さが高まっていました。また電話がかかってきました。今着きました。お待たせしてしまってすいません。受付に来ています。相手は、はあはあ言っています。実に誠実そうで、申し訳なさそうな口調です。あんたね、何時だと思ってるんだ。私が怒鳴りますと、急に沈黙が流れました。一通り文句を言ったんですけど、ここから先は沈黙です。私は再度、部屋の奥の真っ暗な入り口を凝視しました。何か人の気配がするようで、しかし当然誰もいません。相手は沈黙です。私は今度はこちらから電話を切りました。するとすぐにまた電話がかかってきました。私はもう終電がなくなりますから、電話には出ませんでした。ですが、鳴り続けます。私が部屋を出るまで鳴り続けていました。会社を出た途端、全身に鳥肌が立ちました。あのしつこいいたずらは何なんだ?俺が狙われているのか?それとも。これ、マジの体験なんです。一番怖いのは人間、というオチにしておきましょうか。足音。2年くらい前、お菓子屋さんで、バイトをしていた時の話。その店は、車通りの多い交差点の角にあって、割と儲かっていたと思う。営業時間は9時までで、閉店すると、店内ほとんどの明かりを落として、お金の計算と発注をして、9時半までには帰るのが日課だった。帰る時には、店の明かりを全部消すんだけど、その時、必ずいつも、2階の休憩室から、コトコトという音が鳴っていた。
実際その音は蛍光灯を消した時の音だったらしく、私は別に怖くもなかったんだけど、幽霊なんかは信じていないけど、怖い話は大好きな私は、新人のバイトなんかに、電気消すと足音がするんだよと言っては脅かして遊んでいた。新人も怖がりつつも、それが蛍光灯の音だとは分かっていたんで、やめてくださいよなんてふざけて受け答えしていた。確か12月の初めくらいのことだったと思うんだけど、店に面した交差点で事故があった。私はその日はバイトが休みで、事故は見なかったんだけど、かなり壮絶だったらしい。そこの交差点の信号は、時間差になっていたせいか、見通しは悪くないのによく事故が起こっていた。だいたい2ヶ月に一度くらいのペース。バイト中に事故を目撃して、救急車を呼んだこともあった。で、その12月の事故で、私がバイトを始めてから、初めての死者が出た。私は、その場にはいなかったからわからないんだけど、信号を無視してきた車が、店の前の交差点を横断中の、中年の女性を跳ねたらしい。私は次の日、バイトに行くまで、その事故のことを知らなかったんだけど、店長の話ではその女性は、搬送先の病院で亡くなったとのことだった。事故に関しては、珍しいことではなかったので、しばらくしたらその話は、誰からともなく忘れてしまった。それから少し経った、12月30日のことだったと思う。お菓子屋さんにとってみれば、年末年始はかなりの稼ぎ時で、それはバイト先も例外ではなかった。お年賀用の菓子折りの作り置きを何百という単位で作っておかなければならない。だから30日は店を閉めてからもずっと残って作業していた。残っていたのは私と新しいバイトのこと、副店長の三人。多分、11時になるかならないかの時間だったと思うんだけど、ずっと作業してきて、ちょっと休憩しようということになった。寒かったし、なんか、あったかいもんでも買ってこようということになり、近所のコンビニへ、二人が買い物に行くことになった。残ることになった新人は結構な怖がりで、早く帰ってきてくださいよ、と、冗談だか本気だかわからないような怖がり方をしていた。それがちょっと面白くて、私と副店長は彼女を残すことになったんだと思う。安全のために鍵をかけて、副店長とコンビニに行って10分くらいで戻った。外から店を見たら明らかに変。なぜって電気が全部消えている。新人が黙ってどこかに出かけたのかなと思ったんだけど、鍵はかかったままだった。ちなみに新人の彼女は店の鍵を持ってはいない。だから自分たちを脅かすため、わざと電気を消して待っているんだなと。二人でそう考えた。だから副店長と私は、ニヤニヤしながら店の中に入る。わ、とか言いながら、飛び出してくるかと思っていた新人だけど、全く出てくる気配がない。息を潜めて、カウンターの陰にでも隠れているのかと思って、とりあえず電気をつけた。〇〇さん、戻ってきたよ。と呼んでも出てこない。ちょっと心配になってくる。多分どこかに隠れていて、こっちが本当に心配しだした頃飛び出てくるんだろう。そう思い、
ちょっと店の中を探した。それでも、どこにもいない。2階も探したし、ドッカーの中も見たけど、いない。本格的に焦ってきて、呼びながら二人で探した。でも出てこない。鍵はかかっていたから、外にいるわけはないし、と思い、とりあえず、店長に電話をしてみようか、という話になったとき、突然、ドーンと何かを叩く音がした。正直言うと、びっくりして、ちょっと腰を抜かしそうになってしまった。その音は店の奥の、業務用の大きな冷凍庫からしたみたいだった。冷凍庫というか、二畳分くらいの小さな部屋と言った方がいいかもしれない。冷凍庫というのは温度の調節のために、時々止まっては稼働してを繰り返し、たまにドンという音がしたりはしていたんだけど、明らかにその音とは違う。どちらかというと、中から何かをぶつけたような音だった。まさかと思い、慌てて冷凍庫を開けると、いた。新人がその中でガタガタ震えながら体育座りをしていた。何をしてるの？と急いで彼女を中から引っ張り出して、上着を着せ、買ってきた肉まんを食べさせてやった。歯をガチガチ鳴らして、最初は、ろくに立つこともできなかったんだけど、徐々に震えが止まって、肉まんとお茶を飲むことができた。大丈夫？なんであんな中に入っていたの？と聞くと、急に彼女は涙を流して、もう帰りたい。帰りたい。ここ痛くない。と、子供みたいに泣き出した。時間ももう遅いし、新人もこんな状態だから、とにかく帰ろうということになった。新人は副店長が車で送っていった。次の日、新人はバイトに来なかった。辞めてしまったらしい。おかげで31日は死ぬほど忙しかった。31日に店を閉めてから副店長に昨日のことを聞いてみた。副店長が車の中で新人から聞いた話では、彼女はやっぱり私たちを脅かそうとしてカウンターの陰に隠れていたらしい。そうしたら突然電気が消えた。彼女は私たちが帰ってきて逆に脅かそうと電気を消したと思ったらしい。すると足音が聞こえた。来た来たと彼女は思ったらしいけど何か変。2階から聞こえてくる。蛍光灯を消した時の音は彼女も何度か聞いていたので最初はその音だと思ったらしい。でもいつもは、ネズミが走っているような、コトコトという音が、今はなんだか、ギシ、ギシという音に聞こえる。しかも、音のする場所が移動している。例えるなら、2階で誰かがぐるぐる歩き回っているような。彼女は怖くなって電気をつけようと走り、慌ててスイッチを押したけど電気がつかない。泣きそうになりながら何度もスイッチを押していると、音がまた移動している。ギシ、ギシ、ギシ、ギシ。とにかくどこかに逃げなければ、隠れなきゃ、と思った。彼女の目に飛び込んできたのが冷凍庫のドア。開けたら中の電気がついた。それに安心したのか、彼女はその中に入って
ドアを閉めた。もちろん冷凍庫なので、ドアを閉めたら電気が消える。密室で寒くて真っ暗で、彼女はまたパニックになった。今度は出ようと必死になるけど、なぜかドアが開かない。もちろん冷凍庫は、人が閉じ込められないように、中からも簡単に開くようになっている。赤いボタンをポチッと押せばいいだけ。でもいくら押しても、ドアが開かなかったらしい。凍えそうに寒くて、狭くて暗くて、頭がおかしくなりそうになりながら、助けて、助けて、と何度も叫んでドアを叩いたらしい。でも開かない。もう自分は本当に死ぬんじゃないかと思い、渾身の力を込めてドアを叩いたら、外からドアが開いた。そこで私たちがドアを開けたらしい。ちなみに私たちは、彼女のその渾身の一発以外の音や声は全く聞いていなかった。この話を聞いて、多分彼女は怖くてパニックになっただけなんだろうと思ったけれど、そんな目にあったんではやめてしまうのも無理はないなと思った。で、その時店長が、昨日深夜にさ、セコムのセンサーが反応したらしくて、警備員が見に来たんだけど、何もなかったんだってさ、と言った。普段だったら何か出たんじゃないの？と笑うところだけど、昨日のことがあっただけに笑えなかった。で、今私はこのバイトを辞めているんだけど、それにはちょっと理由があってね。新人さんが辞めた二日後のお昼、2階の休憩室で一人休んでいたんですけど、そこの灰皿に見たことのない指輪があった。ちょっと高そうな感じ。後で店長に聞いてみたら、ああ、あの指輪ね、一月くらい前に店の駐車場に落ちていたのを拾ったんだよ。高そうだしね、お客さんの落とし物かもしれないから預かってるんだよ。まあタバコ吸う人もいないから、灰皿小物入れになってるしね。一ヶ月前、偶然かもしれないけど、死亡事故が起きた時、中年の女性、指輪。ひょっとしたら、その指輪は亡くなった女性のもので、新人の子が聞いた足音は、その女性のものでは。そう考えてしまったら、なんだか怖くなってしまって。お正月の忙しい時期が終わってから、私もバイトを辞めた。確かめることも何もできないけれど、今でもそのお店は普通に営業しているし、店長も副店長もまだそこで働いている。